奥深くに入っていく雰囲気あるな。おお、本当すごい高さやなこれ。バンジーがあるね。何この高さ。というわけで、こんにちは、ケンオウです。今日来てますのは岐阜県。先ほど渡った橋、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、高さがなんか日本一の橋脚だったかな。橋脚があってバンジーもあるっていうところで、すごい高さだってことで見に来てます。ただこれは寄り道で、今現在は、岐阜県の八百津というところに来ています。最終目的地は以前やってきました、丸山ダムに沈む、国道、キングオブ国道と呼ばれているところに、一番有力視していたルートを、通り過ぎてしまってたので、そちらを使っていけないかということで再チャレンジに来ています。これは寄り道です。これが寄り道、寄り道。先ほど通った橋のね、橋脚を下から見上げたいなと思って、すぐ脇に細い道があったので、そちらを通っていこうと、考えたんだけど、確かに細い道だわね。落石ポツポツあるし、もう白線綺麗だし、集落ともつながっているような感じがしたから、そんなにひどくはないと思ってたんだけど、意外や意外、なかなかな、なかなかな道でした。ガードレールボッコボコやな。陥没箇所ありっていう看板があった通りに陥没してたな。これはこれでいい道だよね。いい道っていうか面白いな。斜め右方向です。おお、来た来た。うおー、そうね。何この長さの橋脚、そこが見えねえな。止まってゆっくりとこう見るっていうことはできなかったけど、できなかったというか、いいポイントのところはなんかバンジージャンプ見学者があそこに駐停車するから、ここは進入者ダメっていう規制線が張られてましたね。それはこういう道に車が殺到したら逃げられないよな、通れないっていうか。カメラではね、伝えられないね。まあじっくりこう撮影できなかったっていうのもあるけど、すごい高さだね。あれは、まあ、下から見上げるか上から見下ろすかっていう歩道があったので、あの高所恐怖症でない方、興味のある方、バンジー好きな方は、まあ、来ていただいてよろしいんじゃないでしょうか。バンジーはね、橋の入り口っていうか橋の手前のところに駐車場があったので、そこで止めて受付するのかな。あ、それっぽい。あ、ここだね。バンジーって書いてあるね。こちらで受付で挑戦されてください。私の挑戦は別なので行きませんが、このね、右側を通ってね、歩道行けるみたいなんですよね。ここですね、ここを右に。この先はどこへも抜けられないって書いてある。さて、ここがね、前回も含めてダムによって沈む旧と言っていいのかな、国道418号線へ行けるのではないかという道です。これまでと違って砂利じゃない。しかも前に軽とはいえ自動車が走っている。地元の方かな、結構なペースで走ってる。お、なんと後ろからも来ている。え、どういうこと。なんかお店か観光地みたいなもんがあんのか。そういうことは一切調べないやつなのよね。新しいルートで案内します。左方向です。何を言ってます。新しいルートで案内します。およそ500メートル先、左方向です。こわごわと国道かなと思って、こわごわと走ってるんだけど、ペース上げていいのかな。なんか道が意外に綺麗だよ。対向車だけ気をつけようか。注意、この先行き止まり。タイヤ4つあるって本当いいな。まあアスファルトやからまだいいか。まあ行き止まりという看板は気になるけど、ぐんぐん進んでいく雰囲気はね、林道みたいですけど。お、開けた。開けたね。集落というか人里があるんだね。前後の車はそれをさらに通過していこうとしているような気がする。
今までにないパターン、先導車がいる。え、どっちどっち、俺こっち行っちゃおうかな、こっち行っちゃうかな。先導車がいなくなって寂しい。そして道の雰囲気が全然違う。さらにさらに後ろから来ている 軽自動車さんはまだついてきている。およそ2キロ先、経由地付近です。お、道の難易度がめっちゃ上がった。狭、狭いね。違う。少々荒れております。一本道やな。じゃあ後ろの軽自動車さんも通ってくるんやな、通ってくるんやな。ここは狭いね。カメラの電源コードをつなぐのを忘れててバッテリーがなくなってしまいました。電源コードをつないで再び発進。ほう、新しいルートで案内します。ほう、およそ2キロ先、経由地付近。ここは入っちゃいけないね。そりゃそうだ、入っちゃいけないね。さっきの軽自動車の方は村役場か役所の方ですかね。うわーい、およそ1キロ先、すごく荒れてる。うん、荒れています、荒れています。カメラ撮れてるんかな、これ。もう十分国道、運国道。あ、でもね、前と違ってね、完全砂利ってやつじゃないから、まだなんか走りやすいと言っていいのかな、これあの、うん、ね、アスファルトの面積が減りましたなので走りやすいとは、あ、どうなんだろう。まあ、砂利道のボコボコっていうあの嫌な音はしてないけど、奥深くに入っていく雰囲気あるな。うらららららら、おうおう、もうね、アスファルトより砂利の方が増えてきたよ、これへへへ、おい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 、およそ500メートル先、経由地付近です。これね、目的地じゃないよ。目的としていた道じゃないよ。その手前の道。うわ、すげえ。これはすげえ。なんか車かなんかの部品が落ちてる。アスファルトなのにバキバキって音がする。砂利を弾いている音がする。面白い。
ごいな。完全に国道、むごい道、国な道、国道。でもここ離島なんかな。おっとおっと、はい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 、ふーわー、ひでえなー。土とアスファルトの区別がよくつかないような道。お願いだから雲出ないで。俺これでバックできないもんね。まもなく経由地付近です。その先およそ1キロで斜め左方向です。地味に危ない道。さすがにちょっと足下ろそうか。これでも車で来てる人がいるってことか。すごい。あ、こんなとこ俺車で行きたくないわ。落石だね。これ落石だね。お、でっかいなこれ。ここだけで一本動画 OK だよ。経由地付近です。砂に乗り上げるんで自分の思ったラインになかなか思い通りに進みにくいところがありますが、新しいルートで案内します。何を言ってんの。まあ、一本道やんか。新しいルートで案内します。一本道やで。新しいルートで案内します。まもなく右手前方向です。その先およそ1キロで斜め左方向です。新しいルートで案内します。はい。GPS が違う道を認識しているな。右手前方向です。その先およそ1キロで斜め左方向です。うっ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 、うわっうわっうわっ。さて来た、ついに来た。左側、完全にもうゲートが閉まっているので通れません。もうしょうがないよねこれはね。なんか通ったわだちがあるのがすごいけどね。これ調査かな。さてこっからなんですけども、まあね、まあ危険を避けるため通行控えてねみたいなことが書かれています。大型車は通行不能と書かれています。国道418号。はい、それではここがダムに沈む道。どこまで行けるかは分かりませんが、国道というよりはもう廃道らしい。